赤番のホームで3番多田昭徳の発進ですが、その前で1番の柿澤大輝誘導を切りました。残り2周を切って1番の柿澤迎え入れる格好か。1番の柿澤が今度は3番多田昭徳を出して3番手の位置になりました。再び中段関東勢3番多田昭徳の先行策で打勝。残り1周半を切りました。中段以降の動きですが、4番の坂木枝照文と8番の鈴木豪、8番の鈴木福島勢はこのあと5、6番手中段、そして後ろ攻め巻き返しは南関東の3人。残り1周を切りました。風を切る3番多田昭徳です。マークする7番の藤田健二、この後ろで1番の柿澤大輝足を溜めていますが、まだ隊列縦1列、後方からの動きはどうか。南関東ラインも伸び足がなかなか目立ってこない。先頭は3番多田昭徳、マークに7番藤田健二、そして1番柿澤大輝、ようやく追い込んでくるが前まで届くでしょうか。前は3番多田を捉えるか。7番の藤田並んでゴールイン。